皆さんこんばんは、えー、近藤大輔です、えー、週末の午後、えー、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか、えー、今日もですね、えー、10分か15分の短い間ですけれども まあ皆様に役に立つですね情報をお届けしてまいろうと思いますはい今日はですねこのテーマでございますはい今行われてます G7 広島サミットの話をですねしたいと思います5月21日まで明日までですね昨日から始まって明日まで金土日と3日間で,ですねまあ岸田文雄首相の一斉一代の晴れ舞台でございますでもまあ ちょっと雨の中宇宙の晴れ舞台ですかね。雨の中の晴れ舞台ということですが、この話題でお伝えしていこうと思います。今回のですね、あの岸田首相のテーマ私は三つあると思ってます。三つコンパクトに言うとですね、三つ一つはですね。 岸田首相の,、えー、あの持論である核なき世界ですねこれをあの自分のお膝元のひ広島で、えー、サミットを開いてその首脳たちに見てもらうということでしたですね。昨日お昼私もあの見ておりましたけれども、えーまあ、午前中ちょっと遅い午前中からですね、えー、バイデン大統領それからマクロン大統領、えー、スナーク首相イギリスの新しい首相ですね それからショルツドイツのショルツ首相それからイタリアの女性の新しい首相ですねメローニ首相それからカナダのトルドー首相を引き連れてですね平和記念資料,資料館をですね、えー、回るということを行いましたでこれ私もですねこのあの先月この行ってまいりまして、ね、サミットに先駆けてそのサミット会場いろいろ回ってきたんですけどこのやっぱりですねこの資料館ですねあのもし行ってない方がいたらですねあの行くことをお勧めいたしますがですね あのこれ何がすごいって私一番感銘を受けたのは、えー、あれなんですよねその入場料200円なんですねたったのびっくりしましたバス代より安いで,すでなんでこんなに安いのかというとその広島の方々が半ばボランティアで運営してるんですねこの資料館というのは。あのよくありがちなですねなんかお金儲けてやろうみたいなです、ね、税金対策で作ろうとかですねまあそういうのとは全然かけ離れてですねほぼ非営利団体といっていいですね。 とにかく心からですねその広島のですね、その原爆の悲惨さを世界の人に見てもらいたいと知ってもらって核廃絶につなげたいというその広島市民の思いから作った資料館なんですねですからこうボランティアのこの職員みたいな方がですねあのやってるわけですそれで自分でも必死に英語であのその外国人たちに欧米人たちにですねあの説明してるというですねなんかすごくこう手作り感がものすごく大きなこの資料館なんですよね。 で、これがですね、もうやっぱり逆に受けるわけですね。あの、どこかの国のですね、まあ、まあ、僕とは言いませんけども。その、なんかもう、高い入場料を取ってですね、バーンとこう取ってやろうみたい、な儲けてやろうみたいな。もう、そういうところと全然違うんですね。ここは、やっぱり日本の良さというんですかね。あの、千九百五十五年にできてからですね、ずっと、こう、連綿とですね、その市民たちが、こう、半ばボランティアみたいにして。こう、運営を続けてきたというですね。手作り感の非常に。 心地よいっていうことはないんですけど原爆なんでですねないんですけどものすごくこうやっぱりこうし,こうしみじみ訴えかけるものがあるですねあの資料館でした。でそれからそのもう一つですねあの今回の,そのサミットの会場になっておりますは広島の湾の海の方なんですねで宇品というところなんですけどこれ、まあ、講談社の本なんですけど「暁の宇品」というですねこの本を読んであの詳しく書いてあるんですけど宇品という場所はですねその旧日本陸軍の 派遣するその,出発の港だったんですねでその日清戦争も日露戦争もですね大量の,その日本陸軍がです、ね、あそこからこう出てるわけですね日中戦争の陸軍たちもあそこからこう行ってるわけですね。というようなですねあのことで、まあ、その場所をですね岸田首相がそのサミットをそこでやるということでその宇品はですね、まあ、言ってみればそ,のそこからアジアに侵略していったわけですからこう加害者側の 日本ですねそれからそのこの原爆の方はこの日本が被害者側の日本ですね。ということでまあ合わせてですねもう平和を訴えるというバッチリのですねサミットなんじゃないかなと思います。でこれはですね本当にそのあの一番象徴的だったのはあのお昼にですねこの公園ですね平和記念公園でこうみんなでこうお祈りをしたわけですね7人がずらっと並んでですね。でそれはでも岸田首相が真ん中でこう祈りを機能してましたけど終わったあとですね 隣のマクロン大統領がポンポンポンって岸田首相の肩をですね。叩いてみんな理解したよって多分言いたかったんだと思うんですね。まあ、非常に後ろ皆さんなの後ろ姿なんですね。マスメディアはこう後ろからしか取れなかったので,であの仕草がですね。まあ、非常にその感銘を受けるものがありました。で、アメリカは加害者でありますけれども、あのオバマ大統領に続きですね。バイデン大統領も。 えー、喧嘩してその記念館を見たということでですね、まあ、非常にその象徴的なそのサミットになったんじゃないかなと思いますでその記念公園のですね正面はもう原爆ドームなんですねあれもやっぱり遠くから見ても近くから見てもですねやっぱり訴えかけるものがありますのでですね、まあ、非常にこの「核なき世界」という意味ではですねこれ非常にこう二重丸だったんじゃないかなと思いますす、はい、でで、えー、番目ですございます。 でウクライナを支援しよううとということですね。もちろん今のウクライナ戦争が起こっててそれに対してどう対処するかというのがサミットのまあ最大の,そのテーマと言ってもいいわけですね今回ですね。でそこでまあ何をやるのかと思ってたらですね、まあ、あのまあ周知のようにビッグサプライズが昨日ございました。なんとゼレンスキー大統領がですね日本にやってきたということでまあ到着いたしましてですね、まあ、これはですねもうその、 何はともあれです、ね、もうそのやってきたことだけです、ね、ゼレンスキー大統領がウクライナからやってきたということだけで,です、ね、もう岸田外交の大勝利と言ってこれはこれ外務省の人が言ってたんですけどもいいんじゃないかなという気がいたします。ただそのゼレンスキー大統領はです、ね、あの何で行きたかったのかというとその広島行ってです、ね、こう平和を訴えたいと、まあ、それも多少あるんでしょうけどおそらくですね あのまたバイデン大統領に会いたかったんですね。これが形にないと思う。サミットの前にですねゼレンスキー大統領はイギリスフランスドイツを訪れてイタリアも行きましたね行ってましてこのヨーロッパサミットで四カ国の首脳とすでに会ってるんですね。で会ってないのは岸田さんあ岸田さんともまあその四月に会いましたね。あとはそのバイデン大統領ですねバイデン大統領と 今年、えっと、直近で会ってないのはバイデン大統領と、まあ、カナダのトルドー首相なんですね、まあ、特にこバイデン大統領に会いたかったんじゃないかなと何と言っても6兆円出してますんでねアメリカはねそのもう共和党一部共和党の方で支援疲れというのが出てますので。 あのもっとお願いしますということをです、ね、こうバイデン大統領と会って話したかったんじゃないかなという気がするんですが、まあ、それはともあれですね、まあ、広島に彼を呼んできたということ自体がですねもう岸田外交最大の勝利だったんじゃないかなと、まあ、言ってみればこのサミット最大の花ですねはこのゼレンスキー大統領だったんじゃないかなという気がいたします。これはまあその20丸と まあ、その雨が降ってなきゃなと思うところなんですけどね。あの、良かったと思います。はい。で、三番目なんでございますが。今度はですね。中国を牽制するということですね。これが、まあ、あの、三番目の目的としてあったと思うんですね。で、これはですね。明日終わりましてね。共同声明とかバンと出て。 またこの中国に対するわり、まあ、と非難めいたことが出ると思うんですけれどもこれは外相声明軽井沢の外相声明の宣言が出ましたので、まあ、似たようなものが出るとは思うんですけど私が注目したのはですねこの前日なんですねあのサミットが開かれるおととい5月18日なんですけども首相官邸にですね7社の,ですねその半導体メーカーのトップらをですね あの招いてるんですねどういう会社が来たかというと TSMC ですねあの世界最大のファウンドリー世界の最先端半導体の6割作ってる台湾の会社ですね会長さん来ましたそれからサムソンですね韓国の最大のですね、まあ、TSMC のライバル半導体製造ではナンバー2ですねそれからアメリカのマイクロンとかアプライドとかインテル、IBM、i b m i m で c というです、ねまあ、この主なところですね これは来たわけですねそのアメリカが来るのはですねまあ今日米ですねアメリカがそもそもその昨年10月7日にですね半導体制裁を中国にガーンとやったわけですからまあ、アメリカはなんとなく来るというのはわかるんですわかるんですけどこの TSMC とサムソンが来たっていうのがですねここがポイントじゃないかなと思うんですねまあ、特にですねこっちですね韓国のサムソンが来ていると いうことがで,す、ね、でまあ300億円投資して横浜に研究所を作るとか言ってますけれども本当にですねこれから起こってくるかもしれないのは、えー、TSMC はですね南京に巨大な工場を持ってますそれからサムソンはですね,、えー、安ですね西安にですね巨大な工場を持ってます。 でまあそれな両方持ってるんですけど中国にですね、こっちの TSMC はちょっと賢くてですね、その最先端のものは中国大陸には絶対置かないんですね。あのちょっと10年ぐらい前の。 あのものを中国で作ってるということでまあ、最悪ですね。中退がこう揉めたらもう。南京はもうとと閉じてもいいかなってとこなんですけど、サムソンはですね。あの超親中派のパックネ大統領がですね。あの就任した時にですね。もうサムソン説得してですね。西安にですね。最先端のですね。工場を作らせてるんですね。まあ、作らせてるというか。まあサムソンが作ったわけですけど。 でここがですね足が抜けないわけですね中国からですねスマホはもう手抜いたんですサムソンはベトナムに移ったんですけどこの西安の工場ですねこの最先端工場をどうするか問題があってそれで日米はですねなんとかですねこの西安の工場を日本にこう,こう持ってきたいというのがあるわけですね裏の狙いとしてはただそのサムソンもですねもういつも政権にですね韓国の政権って5年ごとに右派になったり左派になったりしますから。 で今は右派のユン・ソンによる大統領だからですね日本と超友好時代です日韓超蜜月時代になったから日本でいいけどまたですね次の大統領がムン・ジェイン大統領みたいな人がなったら例えばイ・ジェミョン氏がなったらですねまた日本との関係がものすごく悪化するわけですねそうするとサムソンは何やってんだと日本に最先端の工場を作るのかと売国奴だとか言ってまた会長が逮捕されたりしてですね何が起こるか分かんないわけです。 だからちょっと怖いわけですねで中国からこう引,く引けるのかっていうとやっぱり中国は世界最大の半導体のですねあの市場でもあるのでまあここの会社が今一番ちょっと悩んでるんじゃないかなと思うんですけどまあともかくですね嫌ななら来ないわけですよ多分7社は来たんですけどもっとたくさん呼んでたんだと思うんですでもちょっとこう今日本に近づきすぎると中国に怒られちゃうっていう会社は来ないわけですねだだからここんだけ集まったとということ自体がですね。 意味があることなんですね。そこでまあ何を決めるかということにもましてですね。でちゃんとこう来たということ自体がですね、これ中国に対するものすごいプレッシャーになっているわけです。でアメリカがですね、半導体制裁、えー、昨年10月にやって他の国にも加わってくれってやってるわけですね。日本はあの日本西村大臣が 加わりまますってて言いましてで7月からアメリカに加わるわるけでですねで、えー、先月28日にですね連休前に中国の半導体協会がですね異例の日本語の声明を発表してなんとかもうあのこれやめてくださいというお願いの声明を出したというぐらい今中国は困っちゃってるんですね。で中国の大手スマホメーカーの OPPO ですね。オッポもですね もう三道体から撤退するということをあの発表してですね、まあ、ものすごく今中国で衝撃が走ってますけれどもですけこれですねこれがやっぱり中国けん制の今回の一番の意味だったんじゃないかなというふうに思います。で,、えーで,すですねまあ、こんなことをですねこう日本にあのただ許しておく中国ではないわけです。で習近平主席はこれが 広島サミットにぶつけてですねこのえっと昨日一と日とですね第1回中国中央アジアサミットっていうのを、えー、開きましたでまあさっき言ったサムソンの工場がある西安ですね西安で西安発で一帯一路で対抗していくんだということですねで中国からするとこっちのですねあの東側の日本で今広島サミットやってるので西側を固めようってことですねこっち韓国日本アメリカですねこっちはもうなんかこうダメだとでこっちのね 中アアジアの固めよううとということででカ国ですねあの、呼んでるんですけれどもこれが両方のサミットをちょっと比較したんですけど習近平主席が呼んだのは5カ国中央アジアですね。 ちちょっっと影が入っちゃいましたけど、ね、<laughs> カザフスタンウズベキスタンキルギスタジキスタントルクメニスタンという中高アジアの5カ国ですねでそれこの5カ国を西安に呼んでやったわけですね昨日おとといと。でそれに対して岸田首相が広島に呼んだのはですねアメリカイギリスフランスドイツイタリアカナダのトップですねに加えて 今回、インドのモディ首相とかです、ね、インドネシアのジョコービー首相とかです、ね、韓国のユン・ソンニョル大統領とかです、ね、あとはまあベトナム、ボーストラリアブラジルコモロですねコモロはあのアフリカ連合の今議長をやっている国ですね東アフリカのでクック諸島これは太平洋諸島の,あの今議長をやっている国ですね、まあ、こういうところまで呼んでいると。でプラス重ねてになりますが ゼレンスキー大統領というです、ね、超ビッグなです、ね、本来デザートであるはずのあれがあのメインディッシュになっちゃったというです、ね、<laughs> まあそういうあの人たちも呼んでいるので、まあ、今回の外交はです、ね、その今回に限ってはもう岸田首相が習近平主席に圧勝したと。 言っていいんじゃないいんなかと思いますでそれで今ですねそのもう霞が関はですねそのゼレンスキー大統領をやってくるっていうのでですねもうなんか蜂の巣を突いたように今なってましてでそれがなぜかというとですねこちら、えー、今回の広島サミット今言ったように割と成功してるわけですね非常にうまくいったということでまあ、当然支持率は上がると思います。 プラスあの株価は今あのすごく日本株上がってますのでバブル後最高値を記録してますので、まあ、こういったことに駆けつけてですね7月解散総選挙になるんじゃないかというですね もうう噂は早く出始めていいるということでございます。こちらはまあ私あの専門ではございませんので、うん、あのこちら専門の方にですねいろいろ聞いていただきたいんですけどもうそんな声が聞かれるぐらいですねあの今回の広島サミットはですねあのまあ雨が降ったと大雨だったということをですね除けばですね あの成功したんじゃないかなと、まあ、久々のです、ね、日本外交の晴れ舞台を見たということでですねすっきりした気持ちで週末を迎えているわけでございます。<laughs> えどううもごご清聴ありがとうございました